さんのこと見てるの？俺大佐の配信ってもう全然見てないんだけど。書類がある時点で出さないという選択肢はない。封印の事実上解かれている。いやまだ解かれてない、その保険会社からに電話してその封印を解く、その魔法のお手紙が、お手紙を送ってもらって、ここ数年で父を揉めたのは大佐だけ。いやでも触ったように見えてるけど、あ、触ってないからね。でもこれ本当最後の砦だからね。出会い系で彼女を探しましょう。俺出会い系まああんまり使って、あんまりっていうか全くやったことないから使い方が分かんないんだよ。もっとふわっちのノリ、ふわっちのノリとかもいいよ。俺も静かにやってたいんだから、静かに、で静かに死にたい、別に今すぐ死にたいとかそういうことじゃなくて、なんかこう、もうその人生に波風を立てずに静かに、スーって消えて、消えたい。そのための資金だけは自分で持ってたい。出会い系とかみんなやったことある？なんかいっぱいあるじゃん今。特にアプリとかでさ。植物のように。そう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 。マッチングアプリ。マッチングアプリって本当にマッチングできるの？マッチングしたことある？マッチングして何でどこどこで会うって待ち合わせするの？大体でもそのマッチングアプリもさ、男性は有料なんでしょ？マッチングするには相手にそのメールとか、メールっていうかその誘い文句とかをさ飛ばすのにさ1文字1円とかそんな感じとかあるんでしょきっと。1回目カフェ、2回目飯、3回目デート。別に彼女が欲しいとか恋愛がしたいとかっていうのはそんな思わないんだ。ましてやエッチがしたいとかさ、別にしたくないってわけでもない。まああんまり、別にそういう願望はないんだけど、安心できる場所が欲しい。